じゃあ見学の額ね、これもなんかねちょっと広がってるんですね、と閉めるんです。空間の広さをこっち2つは狭い、こっちはちょっと広い感じですね。学校の額で、これもこう、これ覚えてますかね、 やりましたかね。上がりながら下がる、これ言いましたっけ。いや言ってない。いや、ちょっとこれ説明しますね。ここの浮かん無理とかなんですけど、はい、大体の方がこう書いたらこうなっちゃうんですね、はい、例えばこういう字とか、はい、なんか硬い字が感じがするんですね、この辺が、はい、それをどうすれば柔らかくなるかというと、ここです。上がりながら下がるんですね、ここ最後にで、はい、キュッと中に入れるんですね、羽を、はい、なぜかというと中にてんてんてん、次こっちに来るんですね、はい、てん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 で、こう書くとなんとなく落ち着いた感じがすると思うんですね、はい、ですからこの学校の学もそうです。こう来たら上がりながら最後下がって中に跳ねる、そしてそのまま子供の方がこう来て、最後の横線は長くしない、短くね、はい、はい、ちょっと書いてみてください、はい、難しいですよこれ。そうそうそう、子供の方難しいですね。でもこの頭の部分は今の形でいいです。はい、上がりながら下がるっていうことを覚えてほしいんですね。で、子供の方をしっかりとこうぐーっとふわっとね書いて、はい、上に入ってください、上にね、はい、そしててんてんてん、この辺から上に上がりながら下がる。で、あんまり右上がりにすると字がこうなっちゃいますからね、はい、うん、かっこ悪いですからね、はい、うか、冠っていうのはこういう字ですよね、はい、のは昔は王様がかぶる冠から来てるんですね、語源が、はい、ですから頭にかぶるものと思ってください、基本的には、はい、ということは浮かん無理がこれ大きいとちょっとかっこ悪いんですね、はい、ね、頭にかぶるのがブカブカな感じがしますよね、はい、野球の帽子だと思ってもらってもいいですよ。これをちょっと小さく書くんですね。でもこっちよりはこっちは少し長く書いてこんな感じ、そうするとなんとなく頭にフィットした感じがしないですかね、これね、はい、うん、これがでかいとね、かっこ悪いんですね、冠ですね、冠が、はい、冠っていう言葉が来たら全部これがこうじゃこうだったらかっこ悪いんですね。例えばこう、これよりもこれが上がりながら最後は下がる、はい、で中に入れる、あとまあ細かいことありますけど、そうするとなんか落ち着くんですね、字がね、あとこの写真の写とかもキュッと下がるんですね。たくさん何かあると思うんですけど、ちょっとせっかくなんで書いてみましょうか。失敗してもいいですよ、このあたりは。